総務省が今日発表した10月の家計調査によりますと、1世帯当たりの消費支出は物価変動を除いた実質で1年前と比べて 5.1% 減少しました。消費税増税前の駆け込み需要の反動などが影響し、前回2014年に増税した時よりも大きい下げ幅です。項目別では、家具・家事用品や被服及び履物が 10% 以上マイナスとなりました。